おはようございます。現在の時刻は午前6時15分。場所は日豊本線の北側駅、宗太郎駅の2つ隣です。12月の夜明けは遅く、辺りはまだ真っ暗です。本日はこれより始発にて宗太郎駅へ向かいます。宗太郎駅訪問の定番パターンは、佐伯方面駅の電車にて6時39分に宗太郎駅に降り立ち、15分を6時54分の延岡方面行きで立ち去るでしょう。その電車を逃してしまうと、次は20時35分まで待ちぼうけです。もし6時54分を逃してしまったら徒歩で脱出できるかどうかについて、以前机の上で考えた動画を作成しました。今回はそれを現地で検証する動画です。脱出の定義については、特急停車駅にたどり着くこととします。具体的には日豊本線の延岡駅、佐伯駅、宝庇本線の三重町駅の3駅です。延岡駅へのルートは細かく見ると3つに分けられるので、大きく分けて3つのルート、細かく分ければ5つのルートの検証を行います。おそらくこの企画を考える場合は通常延岡駅スタートだと思うのですが、初版の都合で延岡駅ではなく途中の北側駅からのスタートです。午前6時25分の佐伯駅にて宗太郎駅へ向かいます。複数ルートの検証を短時間で終わらせる関係、その他の理由により徒歩での移動はほぼありませんのでご了承ください。なお先ほどから駅前にタクシーの姿が見えますが、私が利用したものではありません。それでは北側駅の掲示物を確認します。まずは料金料、宗太郎駅までは2駅280円です。毎度おなじみのお手伝いが必要なお客様へが貼られています。まあまずないでしょうが。続きまして時刻表を確認。本数は宗太郎駅と同じ、上下合わせて3本のみです。佐伯駅始発の普通電車が到着しました。タクシーが待機していたので予想はしていましたが、こんな早朝に北側駅で降りる方がいらっしゃいました。もっとも早朝と夜の選択肢しかないですけど、たった2駅ではありますが座らせていただきます。乗客は5名程度でした。席に着くとすぐに車掌さんがやってきて切符を発行してくれます。運転士さんと車掌さんのいるトイレ自販機ありの787系車両に乗客5名の普通列車、豪華すぎる布陣です。787系の飛行機のような荷物棚は忘れ物しそうで怖い。宗太郎駅が近づいてきたので見学しつつデッキで待機します。かつて鹿児島本線ツバメに787系が導入された時にはすげえなこの車両と思いましたが、現在見ても十分イケてるんじゃないでしょうか。当時一番驚いた施設であるジュッペは遠の昔になくなってしまったようですが、車両の豪華さと裏腹にかなり揺れるのでカメラを持って歩くのは微妙にしんどいです。どこかに捕まっていないと安定して立っていられません。宗太郎駅に到着しました。くしくも当日の日の出時刻ちょうどに宗太郎駅に到着です。まだまだ薄暗いですが、先ほどまでに比べて明るくなってきていて、それだけでも安心感があります。正直この駅に真っ暗な中滞在するのは怖いです。18切符シーズンなので他に訪問者がいるかと思いましたが、誰もいませんでした。乗降口から写真を撮っている方がいましたが、興味はあっても軽々しく降車はできないのだと思います。普通電車が極限まで少ない区間なので、18切符利用であればなおさらでしょう。発車を見送ります。787系の車体に描かれたツバメマークがはっきりと見えます。運行本数が削減された末に、一周回って贅沢運用の特急型車両を使った実質単行列車の発車です。見送りを済ませたので宗太郎駅の様子を見ていきます。
とは言っても、この駅はすでにたくさんの方に紹介されている上、現在はまだ薄暗くてよく見えないので、簡単に済ませます。料金料と運賃箱。そしてトイレの壁に貼られた時刻表。上下線合わせても、6時54分の後は、20時35分、13時間にわたり、停車がありません。いい駅ですが13時間待ちはちょっと勘弁を。延岡方面のホームへやってきました。静まり返った空間で右手方向からかすかな機械音。おそらくポイント切り替えの音です。こちらには特徴的な張り紙あり、36+3撮影のお客様へのお願いが貼られています。待合スペースにはメッセージ入りの多数の石と駅ノート、駅ノート記入用のペンの充実度がすごい。走行しているとあっという間に、6時54分の延岡駅が到着です。15分間というのは結構短いです。あと10分くらい見学させてくれないかなといったところです。その名残惜しさがまた魅力なのかもしれません。乗降ともにありませんでした。お見送りします。使っていない車両は消灯しているかと思いましたが、そうでもないようです。しかし今更ながら、どこから見ても特急列車です。そしてこれ以上ないくらい大胆なドア締め切りを実施しています。延岡方面の始発であり終電である普通電車が行ってしまいました。予定通り乗り遅れてしまいました。さて困った困った。20時54分の電車までここで待っているわけにもいきません。どうにかして脱出してみましょう。ここから、宗太郎駅脱出実地検証を始めます。では宗太郎駅で乗り遅れたので脱出シミュレーションを開始します。できれば全部実行してみたかったのですが、3つもしくは5つとも形容できるルートを実行していたら何日あっても終わりません。ではスタートです。宗太郎駅は坂道と階段と2箇所の出口がありますが、坂道の方を進みます。まずは急な下り坂を降りていきます。地元の方の軽トラが止まっていることから、ここまで車で入ってこれることがわかりますが、結構な急坂です。慣れていない人が車で入ってくるのはおすすめはできません。特に暗い時間帯はそうです。この季節、始発も終電も全ての列車は暗い時間に到着となります。夏なら始発時間帯は明るいでしょう。急な坂を下り切ると、宗太郎のバス停が見えてきました。佐伯市コミュニティバス乗り場と書いてありますが、予約制オンデマンドバスです。前日までの予約が必要です。従って乗り遅れた時には使えません。自力で進むしかありません。それでは延岡駅へ至るルートその1のスタートです。延岡市コミュニティバスあぐみバス停まで歩き、バスを乗り継いで延岡駅へ至るルートです。なお、今回私は歩いての移動はしていません。この動画は自転車に取り付けたカメラにて撮影しております。徒歩での移動を断念した理由、それは後ほどご説明します。もちろん、宗太郎駅で自転車を調達することはできませんので、自転車は前日に仕込んでおいたものです。ここからは国道10号線を通ります。事前の調査で、それなりに自動車の通行量があることがわかっています。頻度は不明ですが、大型車両の通行もあります。この道を前日に自動車で走っているのですが、多くの自動車はかなりのスピードを出して走っています。見ての通り路肩や路側帯は狭く、歩道は所々にあるという感じです。常に後方からの自動車の接近を気にしながら進んでいきます。12月の早朝なので、できれば耳を覆ってしまいたいのですが、耳を覆うと自動車の接近に気づけなくなるので、そこは寒くても我慢です。
本日は、12月の早朝にしては暖かい日です。ご覧の通り、宗太郎駅から延岡方面への道は、しばらくは下りです。歩きだと、ずっと続く下りは楽とは限りませんが、自転車だと非常に楽です。こがなくても進みます。その代わり寒いです。加えて、落ち葉が滑りそうで怖いです。日豊本線の鉄橋が見えてくるとほぼ同時に、大分県佐伯市から宮崎県延岡市に入ります。この辺りから、ほぼ初めての上り坂に入ります。急坂に出くわした時は自転車を押して進むことも想定していましたが、そういうレベルではありません。どちらかといえば、交通事故多発路線の看板が怖いです。とか言っている間に、上り坂終了。再度下り坂です。ここから先は安曇バス停までずっと下りです。安曇バス停へはここを斜め左にそれます。一旦通り過ぎてしまって戻りました。と言っても、通り過ぎてしまって次の道を左折でも安曇バス停へ行けました。Google ストリートビューではこの場所に自動販売機が確認できますが、現在は撤去されています。つまりこの場所での水分補給はできません。懐かしの放浪看板の前を通り過ぎると、安曇バス停に到着です。早速ですが時刻表を確認します。北川葉山駅、8時11分発があります。宗太郎駅からほぼ下りの道を 3.5 キロ、1時間以上あるので徒歩でも余裕でたどり着けるでしょう。これに乗れば延岡駅行きのバスに乗り換えて難なく延岡駅まで到着可能です。しかし、運行は火曜水曜金曜のみ。撮影日は月曜日。バスは来ません。さらに先まで自力で進むしかありません。今回徒歩を断念した理由はこれです。次のバス停まで歩いて間に合う自信がないので、自転車の導入となりました。では、再び国道10号線を進みます。先ほどの安曇バス停にバスの来ない日、火曜水曜金曜以外は別路線のバス停まで進むしかありません。この辺りは道路沿いに人家がありますが、それはほんの少しの間だけで、すぐに山の中の一本道になります。そういえば宗太郎駅を出発して以来、全く人影を見ていません。人の気配はあります。道路がやや上り坂に入りましたが、そんなにきついわけではありません。ただ、上り坂はどうしてもスピードが落ちてしまうため、下りと同じスピードで走ってくる自動車との速度差が、大きくなってしまうので跳ねられそうで怖いです。まあそう言っている間にまた下り坂に入りました。微妙に路面が濡れているので気をつけてゆっくりめに走ります。転倒してガードレールの隙間から転落なんてこともありえなくはありません。幸い、本日は気温が高めのため、道路の凍結や霜はありません。凍結霜の場合は即中止です。再び日豊本線の下をくぐっていきます。ここで貨物列車でも来ると絵になるのですが、そううまくはいきませんでした。ここにもバス停がありますが、安曇バス停と同じ路線なので本日は運行していません。先へ進みます。左前方の自動車屋さんのところに、今回の工程初の自動販売機が見えてきました。ちゃんと稼働しています。ここで初めて水分を補充することができます。最後の上り坂を上り切ったところで、右に入ると市棚駅です。停車本数は宗太郎駅と同じですので、次の電車は20時27分。今回の工程においては立ち寄る理由はありません。駅舎もありませんが、立派なトイレがあるのでトイレ休憩の場所としては使えます。トイレ休憩ができるところ、意外と大事かもしれません。線路が見えますが駅は反対側なのでこちらからは入れません。道路側には簡易郵便局と商店があります。時間が早いので空いていません。自販機で飲み物は買えます。右前方にガソリンスタンド風の建物がありますが、業態変更されているようです。高速道路の開通で交通量は減っているのでしょう。小さくて見づらいですが、右前方にコミュニティバスのバス停があります。
このバス停が第2チェックポイントです。バス停は道路の片側にしかないので横断してバス停へ向かいます。市田名橋バス停に到着しました。このバス停は2つの路線が乗り入れていることがポイントです。時刻表を確認します。左側、阿久美バス停方面から来る下塚線は火曜水曜金曜ですが、右側の瀬口線は月曜火曜木曜運行です。本日は月曜日なので8時28分のバスに乗れます。宗太郎駅からは 9.1 キロ。宗太郎駅で6時54分の電車に乗り損ねてから、バスが出る8時28分まで1時間30分ほど。下りが多めとはいえそれなりに上りもある中を、早足気味に歩く必要はありそうです。景色をのんびり見たりはできなそうです。乗り遅れた場合は次のバス、11時48分発に乗ることになります。その場合でも1時間弱待てば、延岡駅行きのバスに乗り換えることができます。乗り換え地点近くには食料調達の可能な A コープなどもあり、1時間程度なら時間を潰せそうです。バスが来ました。コミュニティバスなのでハイエースを想定していましたが、思ったより大きな車両が来ました。バス停が反対側であるこちら側にしかないのでやや不安でしたが、軽く手を挙げたらちゃんと止まってくれました。人口の少ない地域では片方にしかバス停がないのはよくあることです。なお、自転車は邪魔にならないところに係留しておき、後ほどピックアップします。私以外のお客さんは一人でした。バスはあっという間に進んでいきます。わかりにくいですが左側には線路が走っています。左前方の坂を登ると日豊本線北側駅なのですが、バスは駅前を通るにもかかわらずバス停はありません。まあこの本数ではその必要もないということでしょう。右折して北側町中心部へ向かいます。次のバス停、北側町総合支所でおります。延岡市に合併されるまで北側町役場だったところです。町の中心部なので戦術の通り A コープなどがあって、食料品の確保ができます。ただしこの時間は開店前のようですので、買い物はできないと思います。A コープの開店は9時30分のようです。ここを左に曲がって、北側町総合支所バス停に到着です。料金箱200円を入れて下車です。ありがとうございました。まずはバスを見送ります。バスは三菱扶桑のローサでした。今一度時刻表を確認。阿久美バス停の下塚線なら8時26分着。今乗ってきた市田名橋バス停の瀬口線なら8時38分着。ここで次のバスに乗り換えです。すぐ隣にある宮崎交通区間田バス停。時刻表を確認します。8時55分発、延岡駅行きに乗り換えられます。延岡駅には9時24分に到着できます。所要時間3時間半でゴールです。ここで延岡駅へ向かうもう一つのルートについても考えておきます。ルート1の阿久美バス停から乗れるのは火曜水曜金曜。ルート2の市田名橋バス停から乗れるのは火曜水曜金曜。それ以外の土日祝日はこのバス停まで自力で進むしかありません。これがルート3です。宗太郎駅からの距離は 14.1 キロ。1時間とちょっとで14キロを移動するのはかなりしんどいと思いますので、必然的に次の便になりますが、土日祝日、延岡駅行きの次のバスは16時25分。無理。まばゆいほどの朝日に照らされて、延岡駅の宮崎交通のバスが来ました。コミュニティバスではなく普通の路線バスです。始発であるここから乗ったのはお一人でした。あのバスに乗れば延岡駅に到着できるのは、分かりきっているので私は乗りません。延岡駅まで行ってしまうと他のルートの撮影ができません。ご了承ください。バスを見送って、延岡駅へ脱出するルートの検証は終了です。
ここからは自動車での移動となります。今回、この動画を撮影するにあたって課題になったのは、当然ながら移動手段の確保でした。結局は自動車で移動しないと手も足も出ないのですが、宗太郎駅付近には迷惑にならないように自動車を置けるところは見つからず、自動車の置ける場所のある北側町付近を拠点にしています。その上でも最寄りのバス停が使えない曜日しかスケジュールが合わないので、前日に宗太郎駅に自転車を仕込んでおきました。さて、これから宗太郎駅へ一旦戻ってから今度は佐伯駅へ至るルートの検証を行いますが、その前に寄り道、北延岡駅と日向長駅の間、国道10号と成就寺の間に線路が走っており、線路を渡って寺へ行くところがあります。それが踏切のような踏切でないような、かといって勝手踏切でもないものだったので、見に行くことにしました。九段の場所に到着しました。JR の名を冠した横断注意の看板があるので勝手踏切とは違います。踏切とは書かれておらず、踏み板もないですが、明らかにここを渡るように道ができています。左右を慎重に確認して、線路をまたいでいきます。線路を渡り終わって振り返ってみて、線路のこちら側も同じ様子です。線路を渡った先にある成就寺は、西南戦争時の野戦病院跡とのことですが、今回の動画の趣旨とはそれるので触れません。成就寺から線路へ向かう途中には、貨物列車を含めた列車通過時刻が貼られていました。結構古そうでしたが、各駅停車が上下合わせて3本しかない区間ではありますが、特急と貨物列車は頻繁に走っているので気は抜けません。なお、寺までの行き方については西郷隆盛祝神跡資料館の方にご案内いただきました。また自動車は、同じ方に案内いただいた、西郷茶屋さんに止めさせていただきました。休日っぽかったので自販機のコーヒーだけ買わせていただきました。ありがとうございました。寄り道は以上です。それでは一気に宗太郎駅近くまで戻ります。宗太郎駅近くまで戻ってきました。右前方の坂を登った先が宗太郎駅です。左側にはオンデマンドバスの宗太郎バス停です。佐伯駅へ至るルートの検証を始めます。佐伯駅へ至るにはともかく重岡駅まで行くしかありません。まずは坂を下って国道10号線へ出ます。重岡駅までは 7.8 キロ。Google によれば徒歩での所要時間は1時間40分です。ここ宗太郎駅の標高は100メートル程度、一方で重岡駅は200メートル以上、当然ながら、その道のりの大部分は上りとなります。今回は自動車で進んでいますが、当然ながら想定としては徒歩です。ほぼ下り坂だった延岡駅方面へのルートに比べて、体力も時間も要することは容易に想像できます。道路の状況は、延岡駅方面と同じで、路肩路側帯は狭く歩道は所々ある感じです。当初の計画ではこのルートを自転車で走ることも計画していたのですが、ほぼ上りということでやめました。重岡駅までたどり着いてバスに乗るだけならできると思うのですが、その後の撮影をする体力と気力がありそうにないのでやめました。単純に歩くだけなら不可能なルートではないと思います。しばらくずっと登っているのでスキップします。宗太郎トンネルを通過します。ここまではずっと上り道ですが、トンネルを抜けた後は一旦下りに転じます。この後は上ったり下ったりです。大原トンネルを抜けると重岡駅はすぐそこです。とにかくトンネル内を歩くのが怖そう。重岡駅が近づいてくると歩道が出てきて、安心して歩けそうです。重岡駅の標識が出てきました。左手の高台にあるのは駅舎ではなくトイレです。宗太郎駅以外はやたら立派なトイレが多いような気がします。
重岡駅に到着しました。それでは重岡駅を見ていきます。駅舎は2006年築らしく新しいですが、ドアがなく吹きっさらしなので長時間の滞在は辛そう。駅舎横には鍵のかかった自転車が止められていて、定期利用者がいることがわかります。駅舎にお邪魔します。陶器などはドアがあるとかなり助かるのですが、駅寝防止とかでドアがないのかもしれません。では時刻表を見てみます。宗太郎駅より多いはずです。でも上下合わせて4本しかないように見えます。実際には当駅止まりが2本あるのでもう少し多いのですが、いずれにしても佐伯駅へ向かう列車は18時21分までありません。宗太郎駅の20時35分よりはいいですが、長時間待たされる点では同じです。もちろん今回検証するのはこのルートではありません。ここ重岡駅にはバスが乗り入れていますのでそちらを使います。佐伯市コミュニティバスの時刻表です。列車のない時間帯を埋めるようにバスが運行されています。右の列のかずら港駅のバスが佐伯駅方面です。8時59分のバスがあります。宗太郎駅で乗り遅れてから2時間と少しあります。宗太郎駅からの距離は 7.8 キロ。 Google によると徒歩での所要時間は1時間40分。上り道ということもあってゆっくり歩いていては間に合わなそうですが、そこまで無理のあるスケジュールでもありません。これに乗ると10時9分に佐伯駅前に到着できます。宗太郎駅で乗り遅れてから3時間強で、割とシンプルに佐伯駅に到着することができます。仮に8時59分に乗り遅れた場合、次の13時20分まで延々と待つことになります。駅前には商店等はありません。かつて商店があったようなのですが営業していないようです。自動販売機はありますので水分の補充は可能です。重岡駅も宗太郎駅と同じくらい風情のあるいい駅だと思いましたが、何時間もいるのは辛い。なんとしても8時59分に間に合いたいところですが、乗り遅れに備えて食料の持参は必須です。せっかくなのでバスも見ておきます。これは佐伯駅方面から北逆方向のバスなのですが、車両は同じでしょう。バス停にはコミュニティバスとあるので小さめの車両を想定しましたが、完全に普通サイズのバスです。しかも大分バスと書いてあります。わかりにくいですが、従来この路線には民間のバスが走っていましたが、車両等はそのままにしつつ、佐伯市内走行部分についてのみ市営扱い、料金も市営コミュニティバスのものとなっているようです。利用者はほとんど地元の方ばかりなので表記が違っていてもあまり問題はないのでしょうか。大分バスの車両で運行されるコミュニティバスを見送ります。いずれにしてもこのバス停から佐伯駅直行のバスがあることを確認して、佐伯駅への脱出ルートの検証は終わりますが、このバスは土日祝日は運行されませんので、その場合は電車を待つほかありません。では続きまして、豊肥本線三重町駅方面への脱出のルートです。ここでポイントになるのはこの重岡駅前にあるもう一つのバス停です。電柱の陰に隠れるように設置されているこちらのバス停を見てみます。ごちゃごちゃしていますが、上半分に貼ってあるのは先ほどまで見ていたコミュニティバスの時刻表と同じものです。これはあまり意味がない。その下の部分がポイントとなります。パッと見るとよく意味がわからないのですが、要するに1、ここから三重町駅までをつないでいた重岡線は廃止になった。2、代わりに柿木バス停から先には柿木線が新設になったので三重町方面へ行く人は柿木バス停まで来てね、ということです。この柿木バス停というのがどこにあるのか確認します。ここです。重岡駅から 4.7 キロ、だいたい徒歩1時間。宗太郎駅からは 12.6 キロ。 Google によれば徒歩で2時間40分程度、上り坂を考慮するして3時間かかるとして、宗太郎駅で乗り遅れてから歩いて10時着くらいでしょうか。では柿木バス停まで行ってみます。登ったり下ったりの道です。結構歩道があるので安全に歩くことはできそうです。途中に食事のできるお店もありました。
下り坂の途中からだんだんと住宅が見えてきて交差点を渡ると、柿木バス停に到着です。早速ですが時刻表を確認します。三重町行きのバスは、7時8分と9時ちょうどと13時30分。9時の便に乗るためには、宗太郎駅からの 12.6 キロ、半分以上上りの道を、2時間強で歩く必要があるので、結局、13時30分のバスになりそうです。重岡駅からこの柿木バス停までをコミュニティバスで来ることも可能なのですが、重岡駅までの 7.8 キロの上りを40分強で歩いて、7時40分に間に合わない限りは、結局乗るバスは同じ13時30分です。すぐそばに食料品を買える店があるとはいえ、かなり時間を持て余しそうです。周辺に時間を潰せるところを探してみて、こんなのとか、こんなのがあったのですが、バス停は予約制バス以外は猫バス専用らしく、自動車がないとたどり着けそうにありませんでした。ということで、私には無理、です。別の日に撮影した、夜の宗太郎駅、終電の様子を見ながらまとめに入ります。今回検証した宗太郎駅からの脱出ルートは以下の通り、延岡駅までのルートその1、あぶみバス停まで徒歩で行き、バスを乗り継ぐ。歩行距離 4.1 キロ、徒歩時間40分強、最も無難、ただし火曜水曜金曜のみで、祝日不可。宗太郎駅から約2時間半で延岡駅に到着できる。延岡駅までのルートその2、市田名橋バス停まで徒歩で行きバスを乗り継ぐルート。歩行距離 9.1 キロ、1時間30分で歩かないとバスに遅れる。月曜火曜木曜のみで、祝日不可。市田名橋からのバスに間に合えばその駅と同じバスに乗り継げて、約2時間半で延岡駅に到着できる。市田名橋からのバスに乗り遅れると延岡までの所要時間は4時間追加になる。延岡駅までのルートその3、コミュニティバスがなく宮古バス熊田バス停まで歩くルート。土日祝日はこのルートになる。歩行距離 14.1 キロ、この距離を2時間で移動できない限り、熊田バス停からの便は16時25分発になり、延岡に着くのは夕方。続きまして、佐伯駅までのルート。重岡駅まで歩いて佐伯駅方面のバスに乗る。歩行距離 7.8 キロ、徒歩時間1時間40分程度か。8時59分のバスまであまり余裕はない。バスに乗れれば70分程度、宗太郎駅から約2時間半で佐伯駅に到着できる。8時59分に乗り遅れると次は13時20分まで待ち、佐伯駅到着は14時半になる。なお土日祝日はこのバスは運行していないので、その場合は夕方の電車運行まで待つことになります。最後に大須本線三重町駅へのルート。柿木バス停まで歩いてバス、歩行距離 12.6 キロ、途中の重岡駅からバスを乗り継ぐことも可能で、その場合は重岡駅までの 7.8 キロ歩けば済みますが、いずれにしても乗車可能な三重町へのバスは13時30分発、三重町到着は14時11分。上り坂を早く歩ける人なら午前のバスに乗れるかも。なお、このバスも平日のみの運行です。土日祝日の代替交通機関はないようです。以上、宗太郎駅で乗り遅れたらどうするかを実地で検証する動画でした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。